スノーキーこと小手川幸也です。月の初め恒例の前の月に株、FX、暗号資産などでどれぐらいの、不労所得があったのかというのを、公開する動画シリーズです。基本的には、放置しているものが多いです。はい。で、ループイフダンは法人口座と個人口座でやってまして、それぞれ通貨ペア等が違います。動画概要欄に URL 貼っております。あとはトルコリラ円の、スワップ投資を300万円の資金でやっています。あと暗号資産ですね、これらの暗号資産を買っていて、で、レンディングといって、貸し出しをしてその金利を受け取るというものがあります。まあそれぞれの購入理由とかやり方は動画概要欄に貼っておりますので、興味のある方は覗いてみてください。そして、個別株の方も、持っております。長期保有目的です。はい。で、動画概要欄にですね、もろもろ、見慣れない聞き慣れない言葉とか、私がどんなやり方でやっているのかっていうのはこちらで、ご確認いただけますので、動画をご覧いただいた後にでも、チェックしてみてください。はい。で、もう次いきなりかな、バン。はい。やっとですね、はい、このシリーズ再開して、やっと株の配当が来ました。オリックスと、某医薬品株ということで、オリックスこれなかなかいいなと思って、100株買ってて4300円ももらえたんで、あとこの後優待がもう多分、今日明日ぐらいに届くと思うんですよ。そちらまあ来月にお伝えしようと思うんですけども、いやこれ多分ね、オリックス株千何百円の時に、100株買ったんで十何万でしょ、それで4300円、いやこれ100万ぐらい買っときゃよかったなっていう感じですかね。はい。ということで、まあ1万7300円です。はい。まあこれ多分もう年1回なので、次また来年の6月とかになると思います。次いきます。バン。ループイフダンの個人口座ですね。はい。前の月は決済注文が、1回も成立せずにプラスマイナス、0円でした。ただね、メキシコペソ円なので、まあ、スワップポイントは、まあ、ちょっとだけ、積み上がっていてという感じでした。で、その分一気にどんどんどんと、2021年6月は3回かな、決済注文成立して、こちらの利益となりました。これが元で資金で計算すると、まあ約 2.2% なんですけど、まあ前の月0円とかだったので、まだちょっといまいちね、このループイフダンおよび、まあリピート系 FX でメキシコペソ円いい悪いっていうのはちょっと今のところ何とも言えないなっていうところですかね。ただまあはい、含み損はほぼないですし、維持率も高いという、まあ、結構いい口座の状態ではあります。続きましてですね、先月2021年6月で、約1周年ね、やり方を見直して1周年を迎えましたループイフダン法人口座です。バン。はい。ということで、こちら1万6000いくらで、元で資金比で言うと、まあ、月利 1.3% 強なので、まあ、ここ、月利月間利益率が 1% を超えると、まあまあだと思ってるので、まあ、まあまあ良かったです。はい。で、元で資金120万円で、今140万円まで、口座残高増えております。で、含み損がですね、前月のこの動画、シリーズ公開時には10万円超えてたんですけども、まあ、3万円まで減りました。で、維持率も、結構高くなっております。で、ここもまあ前月よりはちょっと高くなっています。で、次が何かな、バン。はい。トルコリラ円の、スワップ投資ですね。もともと100万円でやっていて、これなかなかいいんじゃねということで、200万円追加入金して合計300万円の元手にしました。それがなんとね、69,250 円ということで、300万円元での月7万円弱はこれかなり大きいですよね。はい。まあ、ほんとこれ、まあ、600万円にしたら、14万って感じで、まあでもやっぱりちょっと600万円にするのは怖いかなっていうか、トルコリラ円なんで、あまりまあここに資金を集中させるのは怖いかなというところです。はい。続きましてが、番。あ、これか。スワップポイントが1日40円違ったら1年間でどれぐらいの金額の差があるか計算したことがありますかということでね、スワップポイント高い会社さん使った方がいいですよということを、まあ、計算したものがありますので、興味のある方そちら見てみてください。次いきます。番。
はい、レンディングですね。はい、リンクという暗号資産を持ってまして、そちらをこの LINE ビットマックスというところで貸し出しで、これが、年利 12% 相当と 9% 相当で貸し出してたんですけども、枠が、今空いていない状態で終わっちゃいました。これが結構ね地味に美味しかったし、その時のあのレート換算でこれ先月結構高かったんですけども、なんせ暗号資産ガクンと下がって、リンクの価値価格も下がってるんで、まあ、ちょっと少ない数値となってしまいました。ここもね来月ないかもしれないです。はい、ここの空きがないとダメなんで。で次いきます。番、はい、ここはですね、イーサリアムをビットフライヤーで持ってて、まあ、何も売買していないので、まあ、プラマイゼロですよと。でですね、3月に200万円で始めて、そこからまあちょこちょこ何か買って売ったりみたいなんで、300近くまで増えてたんですよ。そこでイーサリアム買ったところでのガッキーショックで、まあ含み損が多分150超えてたかな。なんで、まあ100マイナス180とかなったんですけど、まあ一応元200なんでっていうので、なんとかこう気持ちを耐えてましたということで、6月は暗号資産を売買した、損益はありませんでした。で、これらを足していきますと、まず、株の配当がこちら、そして、ループイフダン法人と個人で合わせた、損益がこちら、そしてトルコリラインスワップ投資の、損益こちら。はい、暗号資産リンクを貸し出していてもらった、暗号資産がこちら、そして、暗号資産の取引、まあ、短期売買のようなものはしていないので、プラマイゼロで、これ合計するといくらになったかというと、なんと意外と、はい、116,910円ということで、でですね、まあ、まあちょっと株の配当はまあともかくとして、 FX だけでもこれ結構ね500万円ぐらいかな、500万円ぐらいで、利益でいうと、9万円ぐらいの、まあ、不労所得、出てるんで、まあ、なかなかいいのかなっていうところですね。はい、で、まあ、チャートの方ちょっと見ていきますと、まあ、トルコリラ円ですね、まあ、ここら辺りはねバンと上がって、お行くかな、上に行くかなと思ったんですけども、またそこからじりじりと下がってきて横ばい、これは全然 OK なんですよね。はい、まあまあ多少こう、まあ、上がったり下がったりしつつ、まあ、結局下に抜けないようだったら上出来なんで、この調子でですね、まあ、まあこれ以上下がらないかな、じゃあ買っとこうかなみたいな買いが入って上に上がっていくといいなと思います。はい、で月足で見るとこんな感じで、トルコリラ円のスワップポイント投資の例の動画を公開しましたね、30万円資金での、まあ、その時にもちょっと別時期に比べるとやっぱ底打ち感出てきてるんじゃないかというふうにお伝えしました。ただですね、まあ、3ヶ月連続、月足で見ると陰線ではあるんですよ。はい、で、ここですね、この、まあ、7月今日始まったばっかりなんですけども、今月陽線になるかどうかっていうのは結構大きいかなと。はい、まあ、ここら辺り見ていると、陰線が続いて陽線ちょっと出て、そして、陰線が、4本出た後陽線出て、そこから上ヒゲでっていう形になってるんで、またここでね陽線出るとポンポンポンと、まあ、14円台、後半から15円ぐらいまで戻してくれるといいなという、まあ、願望です。はい、でメキシコペソ円の方ですね、こちらまあ、先月そして先々月ループイフダン、まあ、ほとんど、稼いでくれませんでした。というのも値動きがあまりにも小さすぎて、はい、ただここねストーンと落ちたところで、ポジションを持って上に上がったところで決済、という感じで、まあまあいい流れにはなりました。ただこちらあんまりちょっと上に上がりすぎると、まあどうかなっていうところなんで、もしかすると、一旦やめるかもしれません。で続きましてドルスイスですね、こちら、ループイフダンの私の稼ぎ頭です。はい、もうこの、その先ほど1周年迎えたって言いましたけども、その1年間通貨ペア変更していないの、ドルスイスだけかも。はい、で、まあ、これはひたすら稼働していて、ひたすら稼いでくれています。まあ、ちょっとね、まあ、潜在リスクとしては高い通貨ペアであるんですけども、通貨ペアではあるんですけども、まあ、結果として、すごい稼いでくれています。そして、米ドルの買い戻しで、また今上に上がってきて、7月ももしかしたら、結構稼いでくれるのかなと思います。でドルカナダですね、まあ、ドルカナダもここ抜けちゃらやーよの水準だったんですよ。抜けちゃらやーよ、私買いで入ってるんで抜けないでね、なんとか抜けずに反転して、こちらまた稼いでくれております。はい、
このあたりも一旦下げてまた上がったりとかっていう場面もあったんで、まあまあちょっとねここ、嫌だなっていう感じだったんですけど、まあまあいい流れになってきております。まあこの後、米ドル買いの流れがまだ続くのかどうかというとこですね。はい。で、豪ドルニュージーランドルはまあ相変わらずですね、まあここ本当もう半年以上このコアのレンジ内でずっと動いているんで、まあ今、最も安心して見ていられる通貨ペアかなと思います。でもいつも言いますけどね、これ一本でっていうのはどうかなっていう感じですし、稼いでくれるのかっていうと、まあ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 っていう感じですかね。はい。でビットコインですね、まあまあ楽器ショックなんて呼ばれた、大きな下げがあってですね、あれが、5月の19日かな、はい、そっから、やや持ち直すのかなと思ったら、中国発のなんか材料がまあなんか無理やり出たよ、なんか同じことの繰り返しみたいなのが下がって上がって下がってで、まあ、やっとここに来て、まあここを固めつつあり、ダブル、ボトムっぽいこと形にはなってきてるんですけども、まあなんせ、7月でしょ、まだまあもうちょっとやっぱ我慢で、年末に向けて、上に上がっていくといいなというとこですかね。はい。で、振り返ってみると、まあ、6月は為替のボラティリティはやや高かったかなと。まあ、米ドル円なんかも、111円まで上がったりとかもありましたし、まあ、クロス円も結構ね、動きあったので、リピート系やってる方にとっては、まあまあ稼げた月だったんじゃないかなと思います。はい。で、トルコリラインスワップ投資は絶好調ということで、ライトFXさんでやってるんですけども、スワップポイントも45円とかまで上がってきてるんで、はい。って感じですね。で、ルーピー普段は、レバレッジ3倍超えてましたけども、2倍台に低下しました、含み損も10万円から3万円に減っているということで、まあこちらも絶好調ではあります。で、まあ問題は暗号資産ですね。まあぶっちゃけた話、一番お金今突っ込んでるのここなんで、まあここが上がってくれるとすごくハッピーになりますし、ここが、こんな感じ、今みたいな感じでもたもたしてると、まあ、どっかでなんか、しょんぼりした気分にはなるなということで、楽器ショックから、1ヶ月今日、経っています。はい。というとこです。で、動画概要欄に関連ブログ記事などの URL 貼っていますので、興味のある方、まあ、先月のやつとかもね、見たい方はそちらでご確認いただけます。はい。で、ここで、告知ですね。限定タイアップキャンペーンもろもろやってまして、一番人気ループイフダンなんですけども、もうループイフダンは私のサイト経由で口座開設お申し込みくださいという感じで、あと最近ね、やっぱみんなの FX さんとかが、お申し込みあります。なぜかというと、やっぱトルコリラ円のスワップポイント高いので、この2社が圧倒的に。はい。ということで、この動画概要欄に貼っております、リンクからですね、直前にバナーをクリックして、新規口座開設を申し込みいただいて条件を、満たしていただきますと、こちらの特典がついてきます。はい。ということで、まあ今月意外と11万円とかいったなーっていう感じですね。はい。まあ7月、ちょっとアルトコインバーンと吹いてくれたら、ね、来月は久しぶりに大きな利益の報告できるといいなと思ってるんですけども、まあ言うてもまあ7月なんでね、というとこですね。はい。YouTube チャンネル登録お願いいたします。毎月この動画シリーズをお送りしていく予定で、あと週末にはね、週末恒例来週の戦略というシリーズもお送りしております。はい。そしてこの動画の評価もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。